こんにちは、ゴルフコーチの吉本匠です。今回はアプローチの、ショット中に下半身を安定させて再現性を高める方法をご紹介していきます。でこのインパクトの瞬間に打点が安定せず、トップであったりダフリーになってしまう原因の一つに、このショット中にですね、下半身が上下に動きすぎているということがあります。このアプローチショットではアドレスを構えた状態からバックスイングを上げて、さらにインパクトフォロースルーまでですね、この下半身腰の高さを一定に維持できるというのが理想的になります。ですからこのアドレスからフィニッシュの間までにですね、下半身が上下に動いてしまうとトップになったりダフリになったりしてしまうということがあります。でこのストローク中にショット中にですね、この腰の高さを安定にさせる練習ドリルを今日はご紹介していきます。でこの方法なんですが、まずグリップですね、通常のグリップ持つ長さ持つ位置からですね、もうグリップをですね、ギリギリ短く、もうシャフトギリギリでこんな感じですね、握ってください。もう右手がですね、の指がこうシャフトに当たるんじゃないかというくらい、もうギリギリ短く握ってください。そうするとこちら側にこのようにグリップが余ると思います。それで全く問題ありません。でこの状態で普通に構えると、このようにヘッドが浮いた状態になると思います。で後方から見るとこのような形で、通常のグリップの位置がこことした場合、このような状態からグリップをシャフトギリギリで握って下ろすと、こんな感じで、短く握った分少しヘッドが浮いた状態になると思います。でこの状態から上半身の前傾角度は変えずに、膝の曲げ具合をしっかり膝を曲げていって、ボールに合わせてこのようにアドレス構えてください。通常の膝の曲げ具合がこれぐらいとした場合、短く握ってる分だけ膝を曲げて、このようにイメージとしてはボールにの高さに膝を曲げて高さを合わせるという形になります。この時に注意していきたいのは、この状態から膝ではなくて上半身をこのように前傾角を深くしてボールに合わせるのではなくて、前傾角は今まで通り変わらない状態から両膝を曲げて、このようにボールに高さを合わせてください。でこれによってちょっと下半身がしんどいと言いますか、辛くなると思います。で実はその辛い筋肉というのが、このアプローチのショット中に腰の高さを安定させるために必要な筋肉になります。なので今やったようなグリップ短く握って、で前傾角ではなくて膝を曲げる度合いを強くして、ちょっとしんどい状態を作ります。でこの状態で実際にアプローチボール打っていきます。ちょっと何球か打ってみます。でこれ実際にやってみると分かるんですが、結構しんどいんです。でこのしんどいのが非常に大事でして、このしんどいことによって、この筋肉に必要な、筋肉ですねがどこかっていうのを、体に理解させることができます。でこれでショットしてですね、練習を重ねることによって、このアプローチで必要な下半身を安定させるために必要なこの筋肉というのを体が覚えていくことができます。こんなイメージですね。膝曲げて、で今ちょっとダフリ気味に入っちゃって結構打点が不安定になってしまいました。で最初このドリルを行っていくと、インパクトの打点が安定しないと思います。非常にしんどいので、下半身が疲れてですね、うまく腰の位置が安定しなくなることもあります。ですからこれを行うことによって、下半身が安定させるこの筋肉というのを体が覚えることができます。で何球か打った後、先ほどのドリルで行ったこの下半身のイメージですね、余韻を残したまま、今度は通常のグリップ位置で構えて、膝の曲げ具合も同じで、で先ほどやったドリルの時の下半身のこの踏ん張る意識、下半身を頑張る意識というのを残したまま実際に打っていきます。でそうすることによって、このアプローチのショット中に腰の高さというのを安定させることができます。ぜひですね、試してみてください。